ダウンが出てくる時に見てほしい動画。ダウンが出てきてしまった時は引っ張らないでください。こういう風に出てきた時はですね、生地の裏側から戻してあげるイメージで、ダウンを引っ張って中に収納してあげるイメージ。こんにちは、元登山店店員でハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はシリーズ登山の Q&A ということで、ダウン製品からダウンが出てくる、そんな時の対応方法ですとか、その理由、ダウンウェアの構造ですとか加工についてお話をしてみたいと思います。どんな加工してあったらダウンが抜けにくいのかですとか、そういったことですね。こちらのシリーズ登山の Q&A ではですね、元登山店店員でロングトレイルハイカーの私高倉が、皆さんからお寄せいただく登山に関するアウトドアに関するお問い合わせ、自分なりの経験と知識に基づいてお答えさせていただきまして、それがアーカイブとして残って多くの人の問題解決につながればいいなという企画になっております。今回はダウンの抜けに関するお問い合わせですね。ダウンが抜けてくるんですけどどうしたらいいですか、これって粗悪品なんですかみたいなことでお問い合わせを 2,3 件いただいておりまして、これに関してちょっと自分なりに答えてみたいと思います。自分のダウンジャケットも今ここちょっと出てきてるんですけれども、まあ、こういうことですよね。ダウン製品、例えばこういったダウンジャケット、ダウンパーカーですとか、ダウンの寝袋、このあたりの寝袋に関しては次の動画でお話しするんですけれども、こういったダウンが封入されているアイテムからダウンが出てくることを完全に防ぐっていうのはちょっとなかなか難しいところがあります。これには構造も関わってまいります。というのもですね、こちらの写真にありますように、ドドン、はい、山用のダウンウェアっていうのはナイロンとナイロンの間に直接こうダウンを入れていたりするんですよね。でこういうふうにこう縫製していきますので、縫製していた穴からダウンっていうのはこの空気の流れと一緒にこう出てきてしまうことが稀にあるんですよね。完全に防ぐことはできない。中にはダウンが全く出てこないウェアもありますっていうところあると思うんですけれども、これにはちょっと理由がありまして、ちょっと今回イラストを描いてみました。スッパムーチョの段ボールの裏なんですけど、ダウンジャケットの中にダウンパックっていうのが入っている場合はあんまり出てこないです。ダウンパックっていうのはどんなイメージかというと、まあ、使い捨て北海道みたいな、ちょっと生地としては例えが分厚いですけれども、中にダウンが入ってて、でこのパックをそれぞれのポケットに入れていたり、ブロック状のところにこう入れていたりするんですよね。こういう場合はダウンが出てこない場合が多いです。ただダウンパックを使ってしまうと生地ですとか構造ですとかそういうものが増えますので、自然とウェア服自体が重たくなってかさばってきます。つまり山で使うウェアとしては最適であるとは言えないような条件になってきてしまうんですよね。で山で使うウェアっていうのはやはり軽く小さくというところがポイントになりますので、薄い生地の中にそのままダウンを入れる、なので構造上出てくることがあるっていうところなんですよ。個人的な感覚としては登山用のダウンウェアは柔らかく着心地が最高です。まずこの前提、出てくることがあるっていうところを押さえて、出てくるイコール粗悪品ではないということを押さえておきましょう。出てきた時、そういうふうに出てきた時どうしたらよいかというとですね、出てきてしまった時は引っ張らないでください。ティッシュペーパー取る時みたいにいっぱい出てきちゃいますので、こういうふうに出てきた時はですね、この裏側、生地の裏側から戻してあげるイメージで、こうダウンを引っ張って元に戻ってくださいねっていう感じで、こうチュッチュッと裏側から引っ張ってあげて収納してあげるようにします。生地表面からフェザーがね、その羽の軸がついたようなものが飛び出てたらそういうの引っ張りやすいんですけど、こういうダウンボール状のものっていうのはちょっと引っ張りにくかったりしますが、裏側から引っ張ってあげて外に引っ張り出さないっていうのが一つポイントになると思います。はい、という感じでちょっと完全には入ってないですけど、ほとんど収納できたのがお分かりいただけますでしょうか。ちょっと写真お分かりいただけるだろうか。アップで撮影しておきましょうか。完全には入れれてないけれども、まあ、ほとんど防げたかなっていう
感じでございます。という感じで引っ張り出さない、裏側から引っ張ってあげて中に収納してあげるのが良いと思います。稀にですね、こういった生地表面から羽が出ていることがあるんですけれども、そういう場合は特にこう入れやすいですね。この裏側から引っ張ってあげて中に内側にもう一回戻ってねっていう感じで入れてあげる感じです。新しくダウン製品を新調するときに一つポイントとして覚えておきたいのは、加工でダウンプルーフ加工っていうのがあるかどうかっていうところですね。ダウンプルーフ、つまりダウンが出てこない加工みたいな感じですね。ウォータープルーフって防水じゃないですか、防ダウンじゃないですけど、まあダウンが出てくるの防いでる加工みたいな、まあ指令加工とかも言いますけども、この生地に圧力かけて生地がこう密になるようにしてあげる、密です、生地を密にしてあげる、ダウンが出てくる隙間を塞いであげることができてダウンが出てきにくくなるという加工になっております。ダウンプルーフ加工がしてあるかどうかというのも一つのポイントになるかと思います。特にダウン製品は購入直後、新品である場合は羽抜けが気になる可能性が高いです。羽ですとか羽軸が元気っていうことですよね。使い込むことで落ち着いてくると思いますので、ぜひ使い込んでみてください。わずかな隙間からでも顔を出してきます。ただたくさんダウン詰め込まれてますので、多少出てきてもあんまり性能には影響がないと言われています。今回は短い内容になりましたけれども、お問い合わせを複数件いただいておりましたので動画にしてみました。ダウンが出てくるときは引っ張り出さずに内側に入れるようにしてあげてください。登山の Q&A シリーズでは皆さんからのお問い合わせを引き続きお待ちしておりますので、リクエストどの動画でも構いません。コメントはすべて見させていただいておりますので、ぜひお気軽にコメントよろしくお願いいたします。またダウン関連で次に上げる動画は、自分が厳冬期に使っている寝袋の紹介と、これ0番っていうやつですね、モンベルの。また寝袋の話をちょっといろいろしようかと思ってます。山の名品シリーズ、モンベルの寝袋編ということでいろいろやってまいりますので、ご興味持っていただける方はチャンネル登録ですとか、いいねですとか、親指これいいねいただけると本当に嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。バイ。いいダウンであったかく過ごしましょう。